の比較は本当に僕たちの世代のフォークソングというかアコースティックサウンドを楽しんでいただきたいということで、この後、僕らの高校中学の時の憧れのバンドでございました釣りバンドの山本徹さんが今日はね、アポロキャップのリキちゃんと一緒にやってくださる、昨日なんか名前が決まりましたね、マウンテンパワーでしたかねというバンド名で、そのまま行くのかどうか分かりませんが、行くとその後最後にですね、ゴーブラマッタンの吹きの塔の、ね、カバーでしっとりと皆様今日は楽しんで帰っていただきたいと思います。第1曲目は私たち黒も少し演奏させていただいて場を温めたいと思います。第1曲目はこれは何年前だか忘れましたが、トキワの CM ソングで作らせていただきました曲を聴いてください。大きな気持ちで見えない何かに包まれ生きてるのに、そんなことも気づかずに刃を振り回してた。ねえ君は覚えてる、足の匂いを心の闇を振り払う大きな木の下で、いつか君が見た同じ空を見上げて、大きな木の下で両手広げて、やり場のない怒りがこぼれ始めた時、繋いだ指先の温かさを忘れていた。ねえ君は覚えてる、あの澄んだ空の青さを。ねえ君は覚えてる、通り過ぎる雲の白さを、心の闇を見上げて。
下で。間違えてかけてて老眼で見えない。困ったもん、困ったもんだから。中ですか？大丈夫？大丈夫ですよ。あ、開けてます。じゃあ次行きましょう。はい。頑張ります。はい。今日は本当に、ね、お越しいただきましてありがとうございます。今からちょっと僕のおばあちゃんの話をするんですけどもね。僕のおばあちゃん、隣の豊前市で生まれ育っております。小さい頃から田んぼで私遊んでおりましたけども、おじいちゃんおばあちゃんの、足元で遊んでおりました。まあそんなおばあちゃんがですね、僕の親父が、先に亡くなってしまったもんですから、悲しんで悲しんで、自分の記憶をなくしてしまいました。そんなおばあちゃんのちょっと悲しいでも大好きだったおばあちゃんの歌を聴いてください。グラマン。
無邪気な頃に戻ってゆく後ろ姿を本当にですね、今回まこやアコパラという企画を第2回目でさせていただいておりますけれどもね、皆さん本当にお越しいただきましてありがとうございます。まあ、2回3回とですね、またどん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 続けていきたいなと思っています。来年もね、2月16日決まっておりますので、また、これを ご縁にですねお越しください。それでは、続きまして、はい、この曲はですね、まあ、オリジナルばかりでもあれですので、かぐや姫というグループがおりまして、はい、おりましてですね、今もね、ありますけども、ショーヤンの曲で殴りという曲をやってみたいと思いますので、まあ、これはですね、アレンジとすれば山本純子さんと、ガロの大野さん、ボーガルさんと、それからショーヤンの3人のユニットソングフォーメモリーズの曲ですかね。あの時に歌ってた、やつのこうアレンジでやってみたいと思いますので、ぜひ皆さんもし口ずさんでいただければありがたいと思います。はい、それでは名残を聞いてください。時計を気にしてる、季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと、寂しそうに君がつぶやく。名残雪を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。車の窓に顔をつけて、
唇がさよならと動くことが怖くて下を向いてた。時が行けば幼い君も大人主催者であるはっちゃんが、毎回テーマを決めて、でそれについてやっぱりこうみんなが曲を選んでということなんですか。そうですね。そういうことですか。そうです。なるほどなるほど。今回2回目ということで、私 初参加なんですが、第1回目のテーマは何だったんですか。1回目はですね、テーマ決めなくてですね、2回目から何か決めようということで、まあアイデアがそのこのアンケートの中にありましてですね、そういう、話も、いいんじゃないかと。そういうこともでもテーマを決めてね、やってもいいんじゃないかということでございます。まあ、今日もね、あのアンケートを お願いしておりますので、なんかあの一言意見と、まあ、良かったこととか書いていただければと思います。そうですね。あの今日僕ら先輩と一緒にあのライブやらせていただくんですが、僕はだから2つ違いですかね、1年の時に3年なんですけど、よくね、あの昔の話をして、あの昔あの時代良かったねとか楽しかったねって、昔はもっとのんびりしてたねっていう話を聞くんですが、もう昔が良かったっていくら言ってもしょうがなくてですね、やっぱ今の子供たちには今が昔になっていくんで、先にはね、今がいい時代じゃないとなんかそれのことも語れないと思って、でこの歌はビギンの曲ですね。はい、なんかふるさとっていうか、まあまあいろいろ大変なこともたくさんありますけども、私が今いる場所っていうのをちょっとみんなで考えてみたいな、ね、こうしてビリケンクラブというまた場所があってね、だからライブができるっていう。そうですね、そうしたこういろんな縁とかあのつながりを大事にしていきたいと私たち黒は思っておりますということで、ビギンの島んちの宝を聴いてください。もしかったら手拍子などをいただけたらありがたいですが、ありがとうございます。僕が生まれたら
あるはずさ、それが知らぬ中だから、皆さんゲストで出ていただいて、金曜日の夜8時から9時までの1時間、縁もゆかりもミュージックにご出演いただきましたけども、はい、あのギター4本スタジオに持ち込みました、持ち込みましたね。そうなんだ。そう、アコギ4本ですからね。それは邪魔になってしょうがないから、もう空間が狭い狭いですね。でもね、男やろうとも5人っていうのもなかなかいいですね、放送で。いいですね。全く花がないというね。ないね。全く花がない。黄色い声も出ない。出ないね。出ないですね。それいいっすね。とかそんな話ばっかりですね。なんかね、なんかそれはそれでこう良かったですね。良かったですね。何が良かったんだろう。あの放送事故もなく無事に。なかったですね。良かったですね。ちょっとチューニングさせてもらっていいですか。はい。まあそういうことでですね、ちょっとこれこの場を借りて、このアコパラというのはですね、どういうふうに考えているかというと、どんどんとにかく少しずつでも向上させながら続けていきたいなと思っています。そしてですね、まあ将来なんですが、まあ井上君とか、若い人たちにどんどん受け継いでいきたいなと。
で僕らもあとどれくらい歌えるかも分かりませんし、まあ何十年もできたどれくらい生きるかって言いませんでしょ、ね、まあ、まあ、そんなことでございますね。とにかくこの中津の街を音楽でいっぱいにしたいなと、こういうアコースティックに触れていただいてですね、音楽を触れていただきたいなと、しかもその低料金でですね、皆さん気軽に入っていただきたいなと、いろんな思いがこもっていますということで、未来に続けてつなげていきたいなということで、今回は未来をテーマにお届けしております。ということで、では続きまして、あ、はい、これはもう未来ということで、中津にありますファビオラ看護学校の校歌で作詞作曲をさせていただいた曲です。本当に命のこの、まあ、僕も昨年一昨年父親を亡くしましたが、親しい人っていうか愛しい人、大切な方と別れてるというのはとてもいろんな意味で辛いんですけど、でもすごくたくさんのことを教えてもらったような気がします。この曲の中にもそんな思いを込めて作りました。ではファビオラの風を聴いてください。ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今この道を歩き出す。
バビオラの風の中、胸に夢を描いて、バビオラの光の中、今この道を歩き出す。違う名前になったという。あ、違う名前だったの。釣り。後でも言ってましたね。はいはいはい。まあじゃあそのステージも続いてお楽しみいただきたいと思います。はい、まあ今日はあのワンドリンク付きのチケットで、その後もですね、どうぞあのドリンクオーダー、ワンドリンク500円となってございますので、はい、たくさん飲んで、たくさん音楽を聴いて楽しんで帰っていただきたいと思います。まあちょっと最後になりますけどね、リーダーの、クロさん、ギター、ボーカルのクロさんでした。はい、ありがとうございました。クロでした。よろしくお願いします。それからあのギターの、ハルさんです。ハルさん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。キーボード、サトちゃんです。サトちゃん、お疲れ様でした。で、今日のライブ企画でございました、タッちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これからも楽しんでください。Sakura, sakura, sakura.
桜空に舞ってきらり春風の想いを星に託して桜桜桜君に届け桜休憩を取りたいと思います。で